バーノン・リードは、イギリスのギタリスト・ソングライター、作曲家そして、バンドリーダー。リビング・カラーのギタリスト。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第66位、2011年の改訂版では、削除された。カリブ海のトリニダード・トバゴの移民である両親のもと、イングランド・ロンドンに生まれ、アメリカ合衆国へと移住する。 子供の頃に自己防衛のために空手を習い、また音楽に興味を持ちギタリストとなる。1979年にベーシストのメルビン・ギブスと共に、オーネット・コールマンのグループのドラマーであった、ロナルド・シャノン・ジャクソンのグループ、ザ・デコーディング・ソサエティに参加し、在籍中に3枚のアルバムを残す。 同時期の1980年頃に、ジョセフ・ボーイ率いるデファンクトのメンバーとしても活動する。1985年にブラック・ロック・コーリションを、ジャーナリストのグレッグ・テート、プロデューサーのコンダ・メイソンと共に設立。24から7スパイズや、マイケル・ヒルズを紹介している。1983年頃に、最初の青写真を描き、 メンバーを揃えて1988年にミック・ジャガーの推薦もあり、エピックレコードからデビューを果たす。リビングカラーの活動は1995年頃に活動を休止し、2000年以降再結成、現在も活動している。1984年にビル・フリゼールとの連盟のアルバムスマッシュスキャタレーションを制作し、ギター以外にバンジョーを演奏。 メルビン・リブスのアルバム、MG に参加。1987年には、レコーディングアーティストとして、パブリック・エナミーや、ミック・ジャガーのアルバム、プリミティブ・クールに参加している。リビングカラー在籍中に評判を呼び、サンタナや、ジャック・ブルースのアルバムやアンビシャス・ラバーズ、ジャマラディーン・タクマ、ジャック・ディジョネットのアルバムに録音を残している。 リビングカラーの活動休止後の1996年には、ソロ名義のアルバム、ミステイ君アイデンティティを、高木カニア DJ ロジック、プリンス・ポール、ボム・スクワッドなどをゲストに、テオ・マッセロのプロデュースで発表した。セッションプレイヤーとしてだけではなく、プロデューサーとして、サリフ・ケータの1999年の作品、パパを、グラミー賞のノミネート作品に仕上げたり、 ジェームス・ブラッド・ウルマーの作品を制作した。2001年からは、ジャック・ブルースのジャック・ブルースザ・クイコランド、エクスプレスのバンドメンバーとして2002年まで在籍、アルバムも録音したほか、2003年からは、DJ ロジックとのヨヒンベ・ブラザーズを結成。アルバムを2枚制作する。また自身のグループ、バーノン・リード,ドマスク名義で、スティーブ・バイのレーベル。 フェイバードネーションから2枚のアルバムを発表している。2007年からは、ジャマラディーン・タクマとグラント・カルビン・ウエストンとの F4 や、即興音楽のトリオ、フリーフォーム・ファンキー・フリーイクスを結成して活動している。ありがとうございます。